瞬間とは、ごく短い時間のことである。何か物事が起こって、その直後の物事までの時間を測定できないくらいの間。瞬間を初めて定義したのは古代イギリシアの哲学者、プラトンだった。そもそも運動をはじめとする変化をすべて否定する説を唱えていたパルメニデスので死のゼノンは、死の教えの証明に際して、瞬間を奇妙なものと感じ取り、 ゼノンのパラドックスにおいて、矢の運動を例示し、飛んでいる矢は瞬間ごとに静止するため運動することができないとした。これに対しプラトンは、運動から静止あるいはその逆の変化の間に、奇妙なものとして、時間の中に存在しない瞬間が存在し、そこで運動から静止への変化が起こると考え、これを定義した。この時、プラトンは時間は、 瞬間の自己限定として決まるともしている。キリスト教において瞬間とは神との出会いに信仰によって応答する時点のことである。キルケゴールはプラトンの学説をもとに永遠と時間の触れ合いによって生じる二義的なものとして捉え、人間は神の前に立つ時単独者として罪の意識に苦しむこととなり永遠の聖なる世界から降りてくる福音を受容する。 時こそが真の瞬間であるとした。また、瞬間が訪れるのは人が非存在から存在へと移行する境界であるとも考えた。なお、ブルトマンもこの考え方を用いている。工学的には前後関係だけを確かめるのが目的の場合など、時間の差を式に代入しても有効な値の変化がないような時間。かと現象がシステムに影響を与えるほど、 大きくない場合を含む、講師が高速で、プランク長を移動するのにかかる時間であり、何らかの物理的身を持ちうる最小の時間単位を、プランク時間という、ありがとうございます。